はい、ハーレーダビッドソン東久留米です。本日はこちら2020年モデルの CVO 入ってきましたんで、ちょっと見ていきたいと思います。ではね、誠さん開けちゃってください。開けるんですね。あ、おめ、早く開けて、綺麗に開けてよ、綺麗に。穴開いちゃった。綺麗に開けてください、綺麗に。早く早く早く綺麗に開けてください。はい、出てまいりました。こんな感じですね。そうですね、白というか、まあ、モノトーンカラーってやつなんで、こういう色合いですね。ちょっと見ていきます。はい、車両の方がね出てきましたんで、ちょっと見ていきたいと思いますね。まずですね、このカラーリングなんですけども、これね、ちょっとね、あの写真だと白色に結構みんな見えてたと思うんですけど、これ実はね、あのパール、あのちょっとねラメラメ入ってるんですよ。でサンドデューモノトーンっていうちょっと特殊なカラーです。 CVO でしか出せないやつですね。でちょっとあの映像ではちょっとお伝えしづらいんですけど、あの光ってるんですよ。それすごい綺麗です、めちゃくちゃ。でエンジンはですね、この117キュービックのエンジン入ってます。でエアクリーナーは、まあ、いつもの CVO のヘビーブリーザーですね。こういう風になってますね。であと特徴的なのが、まあ、今まで通りここは赤色なんですけど、ここですね、この辺が全部ブロンズのに変わってるんですよ。ここら辺マフラーとかも。でこのブロンズがなんと、このフロントフォークもねブロンズになってます。こんな感じで、だからめっちゃね、ここがね太陽が当たるとすごい光ってかっこいいですね、ここら辺で。タンクはですね、こういう風になってまして、あのバーンドシールド のマークが入ってます。で変わったところがここですね、このコンソールのところ。このコンソールのね形が今までの CVO と違います。ちょっとごっつい感じになってますね、ちょっと大きくなって。でなんて言えばいいですかね、チタンカラーっていうんですかね、なんかあの青色っぽい緑青っていうカラーリングのような感じの色合いです。でここは今まで通り光るようなデザインになってます。でこれはね、あのフィエルタンキャップのやつなんで、こうやってカチッてやると開くんですけど、ちょっと後でやってみましょうね。でこの辺もね今まで通りになってますね。でこう後ろに回ってきますとですね、まずサドルバックですね。サドルバックはね、やっぱここスピーカー入ってます。だからこの車両4スピーカーですね、前と後ろでニコニコ入ってます。でここですね、ここに CVO って入ってます、これ、この車両は。でこう後ろに来ますと、やっぱりここが特徴的ですね、 CVO って感じですね。この縦のテールとウインカーですね、かなりスッキリしてます。でスカート部が長めになってて、ちょっとバガーっぽいスタイルになってますね。でマフラーもね、最初からこのエンドキャップが変わってて、このハーレのマークが入ってるタイプのエンドキャップになってます。でこっち側に来ますと、こんな感じでシートですね、あの普通のものよりもね、あの普通のロードグライドよりもちょっと薄めので、でもねこの疲れづらいようにデザインされてるやつなんで、すごい結構ふかふかなタイプですね、かなり。で足つきもめちゃくちゃいいんですよね、この CVO に関しては。すごい。でここにハーレーダビッドソンって入ってます。で分立型なんで、後ろからだけ外しても使えるようになってます、このシートは。でこっち側ですね、こう前とちょっと後下側ですね、この辺見ていきましょう。まずここら辺がシフターなんですけど、全部ねカフターコレクションで揃えられてます。この足回りもこの辺ですね。で後ろ側のペグもこういう風になってます。でここにダービーカバー117キュービックって入ってますね、最初から。で上に来ますと、こうハンドル周りなんですけど、ハンドルもねもう最初からグリップヒーター入っております。ここですね、ここで調整できるようになってます、温度がこういう風に。でスイッチが、ここはトラクションコントロールですね、これブレーキ の、 ちょっといろんなシステムがここについてます。であとはクルーズコントロールだったりとか、ここがこの画面の中のマウスになってます、いろいろいじれるようになってます、ここで。で両側にねそういう機能がついております。でこれがスピードメーターですね、まずこんな感じでスピードメーター。でこっち側がボルテージ、バッテリーのやつですね、これが。でこっちがガソリンメーターというの。でここがカープレイ、あのいろいろ使えるようになってます。でここを開けますと、いろいろ、ここはただのポケットなんで、あのいろんなもの入れられます。でこっち側はね USB の電源来てますんで、ここですね、この中 USB の電源来てます。こっちに携帯入れてもらって充電したりもできます。で後ろ側もね開けますと結構な収納量なんですよ、こんな感じで。スピーカーついても全然関係ないぐらいいっぱい入っちゃいます。でこの CVO はね集中ロックって言って、ここで全部ロックできるようになってます。このボタン1個でカチッとね押すだけで全部閉めることが可能です。鍵かけられちゃいます。
でちょっとまだねここウィンドシールドついてないんですけど、この低いタイプのウィンドシールドがつきます、この CVO は。でフロントはねこうヘッドライトは全部 LED になってます。ここですね、かっこいいですね。でここもビルビットブラックが入ってます。であとはこれですね、この辺ウインカーが、これも LED のタイプのウインカーになってますね。でここですね、ここ新しくなったこのノーズがついております。このチンスポイラー一体式のタイプですね。でエンジンガードも低いタイプのやつに変えられてます。でやっぱりこのフロントのホイール、これ21インチなんですけど、かなり迫力ありますね。やっぱり普通のロードグライドに比べてかなり迫力のあるフロントホイールになってます。で2トンのカラーで、ここもね実はあれなんですよ、あのブロンズカラー、このフロントフォークと同じ色合いのが入ってて、で黒との2トンカラーって感じで、今までにない感じの色合いですね、この感じは。